海に身を投げる彼女へ、自分は何と叫んだろう。ああ、妻よ。あの平原で、自分は何と叫んだろう。炎の中で真剣を抜いて、何と叫んだろう。私は何を叫び、何を呪い、何を願ったのだろうか。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと、刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。イオリ、何をしている。器を立てと私に命じろ。あるいは斧が手で断ち切るか。もしもの話だ、セイバー。英月の器は立たぬ。そう俺が口にしたならばどうする。イオリ。ああ、この後に及んで妙なことを言う。随分なわがままだ。そうだな、あくまでもしもだ。マスターがそのように口にしたらどうする。お前は聞く耳持たぬか。お前ならばどうする、知恵門。様、ち、くだらん問答で。釣れないな。言ってみせろ。どうせお前は。残念だったな。英月は俺がいただく。今ここでな。お前を殺して。その目。そうかよ、ようやく現世の皮を脱ぎやがったか。ずいぶんだ、ああずいぶんだ、てめえのそれは。ずいぶんなもんだ。どうした、知恵門。おじけづいたか。誰が。では試合と行こう。そのためにここまで来たのだろう。さあ。言ったか。イオリ。邪魔は失せた。最後の仕上げにかかるとしよう。うん。なんだその顔は。ああ、あの問いかけか。あんなものはただの冗談。
ジョークの類だ。気にしてくれるな。ユリ、君は…叩いてみりゃ、どうやら当たりを引いたみてえだな。キャスター、土帝のサーバント、一人結界にこもって高みの見物とは。今なお限界を保っているならば、新たな主を見つけたか。まったく、とんな物好きもいたものだ。キーキーと小うるさいネズミだな。ああ、また記録が乱れたじゃないか。あいにくと僕にはお前のようなつまらんネズミに割く時間も労力もないんだ。とっとと立ち去れ。はい、そうですかと立ち去るアホがどこにいる。俺と同じ匂いがするんだよ。ああ、安心する。ゲドウらしいゲドウの匂いだ。ここで死ね、今すぐに死ね。俺の願いのために英霊七鬼ことごとく死ね。願い、願いか。お前がそれを口にするなど滑稽極まりないな。命の一つや二つ投げ打つ気概があるならばまだ救いようもあるが、お前剣気を前にひるんだろう。やれやれ、島原の使者もさぞや嘆いていよう。貴様、俺の何を。お前の願いは復讐か破滅か、どちらにしてもくだらない。理解に苦しむ。お前こそ我が願いの礎となるがいい。僕は英月を手に入れ、この世の全てを記録する。てめえに英月は過ぎた代物で。口の減らない輩だな。あがくなよネズミ。面倒なのは嫌いなんだ。理解に苦しむな。わからないのか、無駄なのだと。まだわからないよ、願いし者よ。お前の願いは常しえにかなわないのだと。そうかもな。だが、かなわねえのはてめえも同じだ。全ての歴史が
ランサ、お前は俺のところへは来るな。マスター、あなたにとってはこれで行かなくちゃ。マスター、きっとあなたにとってはこれで（笑）どうかなされましたか？見ろ。レイジュが消えて。ではまさかキャスターが。ああ、どんな末路をたどったかは知らないが、人を煽るだけ煽って消えるとはな。それほどうまい話は転がっていない。そういうことだろう。ここはおとなしく引き上げるほかあるまい。やれやれだ。ですが、勝利のためならばいかなる手も厭わない覚悟だが、勝てぬ戦に血道をあげるのはただの悪手だ。英月代わりの土産でも探して帰るぞ。長崎の弟を待たせ続けるにも限りがある。は、してその土産とは？本来なら英月か、せめて幕府の遠兵を持って帰りたいところだったが、鉛に銅に商売の種、それから乱人たちの船、
こんなところか。いずれもあちらではたやすく手に入らないものだろう。は、皆が喜びましょう。天頂の栄月には届かなんだが、一つ一つ石くれを積み上げて天をついてみせよう。百節不当こそ俺たちの信条。これからも地道に戦い抜くまでだ。無様であろうと命尽きるまであがく。我が旧兵に恥じぬ戦いを続けなければな。俺より人思いに頼むぞ。栄月、無事に無力化できたな。ではやるぞ、より。いや、栄月は壊さない。栄月の義によって江戸の民が死ぬ、悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。だがこれ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって乾きに乾いた己がうちの剣を、セイバー、俺は栄月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバ。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。ああ、そうか。我が胸を焦がした温かな教皇、いおりではなかった。今この時、いや、きっと元よりそうなのだ。イオリの身から放たれたる、それは。そのありよう、まさに闇に溶け犬、望月そのもの。ああ、イオリ、貴殿が放つ月光があまりに真っ白く澄み渡っていたものだから、私は見誤ってしまった。そのうちに潜む刺すような冷たさ、ひどく純粋な剣の危機に私は見誤り、気づかぬまま宮本伊織、やはり初めから我らは。日向のごとく穏やかで、
人の道をたっ飛ぶ。余人はそういう風に俺を見る。お前もだったな。もう一度言う。俺は違う。そうではないんだ。人として正しくあろうとは思う。情も心も人の世には有益なもの。終生穏やかによく生きるための最善手。まさに呼吸のようなものだ。それはわかる。わかっている。故にこそ従った。だがそれが目的だったことは一度もない。夢に見たこともない。俺の目的は今も昔も変わらない。変えられない。欲とするものはただ一つ、剣の道を極めること。だからセイバー、俺はやはり優しい人ではないんだよ。俺が穏やかに振る舞うのは、人の道をたっ飛ばんとするのは、穏やかで人の道をたっ飛びながら生きる太平の世の人々を理解するため。相手が何を思い何を考えるのか理解すれば切りやすい。多くを切るため、多くを俺は理解したい。江戸の人々を、師匠を、お前を、誰も彼もを、そうとも。誰も彼もに俺は勝つ。誰も彼もを切り伏せる。そのために生きている。あの夜に見た極限の剣のように。だから残す。英月は残す。あまたの強者を誘い集うための災いとして俺のために残す。思えばそう、大蛇を断ち切るお前を目にしたかの日より、剣の神がごときありように見とれたかの日より、俺はお前とし合うことを何より願っていたのかもしれない。ああ、俺は、なんと、セイバー。より。ダメ返し。君は暴れの前に、その願いを叶えてやれたらどれほど良いか。その願いを捨ててくれればどれほど良いか。気は熟した。無駄だ。押し切る。捕らえた。決める。解き放つ。
私が奪った数多の命に誓い善をなす。乱世なき江戸の世であるのに、俺は剣の頂へ至る道を再び望んだのだ。故に善をなす者として、すなわちただ剣の鬼として、君を斬る。ただ君自身のために。お前を斬るよりもはや道はなし。危険、ツバメ返し。生きれるか。捕らえた。無駄だ。危険、ツバメ返し。決める。逃げ出せ。決める。見せてやれ。雨返し。
どうした？まことの力を見せろ、セイバー！ああ、言われずとも。来るか、発揮怒涛。ここ。なぜ。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。トムルが人の道なれば必ずや幸福に生きられたろう。だがお前は剣の道を求めたことで全てを捨てた。首手柄はわしの代までだ。この先に戦はない、人の道しかない。享保の祭りは終わったのだ。だというのに。生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように。剣の道はついえていたんだ。だが、剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。イオリ。あの夜、殺されるはずだった港の一夜から。ずっと続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。
共に恵まれることがあるじゃないか。本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君こそは私の